貧乏な国なんて嫌。反日感情に満ちた韓国の女子学生が修学旅行で訪れて知った日本の驚愕の事実とは？韓国のとある高校で日本への修学旅行をめぐる議論が沸き起こりました。韓国の若者たちの間では日本に対する偏見が根強く残っています。スジンもその一人。彼女は学校が提案した日本への修学旅行に強い抵抗感を抱いていました。なんで日本なの？日本なんて昔から韓国の真似ばかりしてるし、今はもう貧乏な国じゃない。彼女の言葉に多くのクラスメイトがうなずきました。韓国国内ではこうした日本に対するイメージが一部の人々の間で広まっており、日本に対する拒絶感が強いのです。スジンもまた日本は見た目だけの国であり、真の進歩を遂げていないと考えていました。しかしクラスメイト全員がそうではありませんでした。一部の学生たちは日本が清潔で技術的にも進んでいると絶賛し、むしろ日本に行きたいと希望する声も上がりました。教室内は賛成派と反対派で真っ二つに割れたのです。スジンは日本行きを希望するクラスメイトを強く批判します。韓国人として最低ね。しかし投票の結果、結局は日本行きが決定。スジンは落胆しながらも、これはみんなに日本の悪いところを見せるチャンスかもしれないと内心で反日感情を燃え上がらせていました。彼女は日本の劣っている点をクラスメイトに証明して、みんなの期待を裏切ってやろうと心に誓います。旅行の日はスジンにとってまさに重苦しいものでした。学校で行われた投票の結果、日本行きが決定したものの、彼女は内心でまだ納得していません。反日感情が強いスジンにとって、日本はただの韓国の劣化版でしかなく、行く価値があるとは思えなかったのです。彼女は友人たちに日本の悪いところを見せつける絶好の機会だと思い込んでいました。日本なんてどうせ見せかけだけ、きっとみんなが失望するはずと自分に言い聞かせ、飛行機に乗り込みました。途中スジンは窓からの景色を見ることもせず、なんとなく不機嫌な様子で本を読んでいました。しかしクラスメイトたちは違いました。彼らは興奮しながら日本で何をするかを話し合い、到着を楽しみにしている様子でした。スジンはその光景を見て内心苛立ちを募らせていたのです。飛行機が成田空港に到着すると、スジンはすぐに荷物を持ってタラップを降り、冷たい外気を肌で感じました。ふーん、特別なことなんてないわね。そうつぶやきながら彼女は空港内へと足を進めます。しかし空港の自動ドアが開いた瞬間、彼女は一瞬立ち止まりました。これ本当に空港？目の前に広がっていた光景は彼女の想像をはるかに超えていました。空港の内部はまるで高級ホテルのロビーのように広々としていて、床は鏡のようにピカピカに磨かれていたのです。壁には装飾的なアートが飾られており、全体が落ち着いた雰囲気を醸し出していました。空港内を行き交う人々はみんな秩序を保ちながら静かに行動しており、騒がしい音や無駄な動きが一切ありません。スジンが知っている韓国の空港とは全く異なる光景でした。空港って普通もっと騒がしいものでしょ？彼女は不安そうに周りを見渡しましたが、どこを見ても同じように整然としているのです。ゴミが一つも落ちておらず、清潔さを保つために常に清掃員が働いている様子すら見られました。さらに驚いたのはトイレです。スジンは空港のトイレに入り息を呑みました。何これ、信じられないくらい綺麗。床は磨かれ、トイレの便座はピカピカ、洗面台には水滴一つなく、鏡はまるで新品のように輝いています。韓国でも最近トイレの清掃状況は改善されてきていますが、ここまで徹底された清潔さは見たことがありません。自動で流れる水、手をかざすだけで反応する蛇口、すべてが近未来的な技術で整えられているようでした。
彼女は困惑しながらトイレを出ると、クラスメイトたちが同じく驚愕の表情を浮かべているのに気づきました。彼らも主人と同様に、日本の空港の清潔さと整然さに圧倒されていたのです。さらには、空港内の案内表示にも驚かされました。空港内には英語や韓国語、中国語など、複数の言語で書かれた案内板が設置されており、外国人観光客への配慮が感じられました。友人たちもそれに気づき、日本ってこんなに外国人に優しかったんだ、と口々に話し始めます。さらに、空港内でのアナウンスも丁寧であり、騒がしい音や不快な雑音がほとんどないことにも驚きました。主人は心の中で、韓国の空港も同じくらい清潔だけど、こんなに多言語対応の案内表示が整っているだろうかと思いを巡らせます。日本に対する偏見が強かったため、このような些細な気遣いに今まで気づいてなかったことに自分自身驚きました。空港での手続きが一通り済む頃、ここ本当に日本？私たちが想像していた日本とは全然違う。クラスメイトの一人がつぶやきました。その言葉に主人は内心複雑な感情を抱きました。これもきっと見せかけに過ぎないはず、と自分に言い聞かせながらも、彼女の心の中に小さな疑念が生まれ始めたのです。もしかして日本は思っていたよりもすごい国なのではないか？しかし、主人はまだその思いを認めることができませんでした。彼女の中で長年培われてきた日本への嫌悪感は簡単には揺らがないのです。主人たちは成田空港からバスに乗って宿泊先のホテルへと向かいました。ここでも彼女はまた一つ日本の驚くべき現実に直面します。空港から出発するバスがまるで時計の針のように正確なタイミングで到着したのです。韓国ではバスの遅延は日常茶飯事であり、時間通りに到着することはほとんどありません。しかし、この日本では違いました。本当にバスが時間通りに来るなんて。主人は信じられない思いで時計を確認しましたが、バスは分単位で帝国に到着していたのです。さらに、バスに乗り込んだ彼女たちを待ち受けていたのは、予想もしなかった静寂の世界でした。車内には乗客が数人いたものの、誰一人として大声を出す者はおらず、乗っている人々はみんなスマートフォンや本を静かに見つめていました。バスが発車しても車内はまるで図書館のように静まり返っており、主人はその異様な光景に目を見張りました。なんで誰も話さないの？バスの中ってもっと騒がしいはずじゃないの？彼女は友人に小声で問いかけましたが、周りを見渡してもやはり同じでした。日本人は公共の場で無駄な騒音を立てないというマナーを守っているらしく、それが徹底されていることに、主人は戸惑いを隠せませんでした。バスで市内に向かう途中も、彼女は無言で外の景色を見つめていました。高速道路沿いの風景は、清潔で整備された建物や街路が広がり、韓国のそれとはまた違う雰囲気を持っていました。主人の心には、さらなる疑念が生じ始めます。どうして、こんなに綺麗なの？日本ってもっと汚れていると思っていたのに。彼女の頭の中では、これまで信じていた日本のイメージと目の前に広がる現実のギャップに戸惑いが広がりつつありました。次に彼女たちを驚かせたのは、リアルタイムで運行状況が確認できるバスのアプリでした。クラスメイトの一人がスマートフォンを取り出し、今乗っているバスがどのルートを通るか、次の停留所までの到着時間がわかるんだって、と見せてくれました。アプリにはバスの現在地や次の停留所までの残り時間が正確に表示されており、まるで未来の交通システムを見ているかのようです。主人はその精密さに驚きながらも、まだ自分の考えを変えようとはしませんでした。まあ、これくらいは韓国でもできるかもしれない。でも、こんなに正確に運行するなんて、と彼女は小さな声でつぶやきました。しかし内心では日本の技術力や公共交通機関の正確さに感嘆している自分がいることを認めざるを得ませんでした。彼女たちがバスから降り、次に利用したのは電車です。ここでもまた日本の交通機関の正確さに主人は息を呑みました。
駅のホームに到着した電車はまさに秒単位で時刻通りに到着し、ドアが開くと同時に規則正しく乗客が降りていきます。スジンはその整然とした光景を目の当たりにし、思わず立ち尽くしてしまいました。どうしてこんなに時間に正確なの？そしてみんながこんなにもマナーを守っているなんて。彼女は自分の国での日常を思い出し、あまりにも違うその光景に戸惑いを覚えます。韓国でも電車やバスの運行は改善されつつありますが、これほどまでに精密で正確なシステムにはなっていません。日本ではたとえ数分の遅れがあったとしても乗務員が謝罪する姿が見られるほどです。電車の中でもスジンは日本人のマナーに驚かされました。バスに乗った時と同様、誰も大声で話さず電話をする人もいません。日本では公共の交通機関で電話をするのはマナー違反とされていますが、それが徹底されていることに彼女は感銘を受けました。日本人ってこんなにも規律正しいの？彼女の頭の中では次第に日本への印象が少しずつ変わりつつあることを感じました。しかしまだ完全には認めたくない気持ちも残っており、彼女は心の中でその変化を押し殺そうとしていたのです。宿泊先に到着したスジンたちはしばらく自由時間が与えられました。ホテルから少し歩いて街を探索することにしたスジンは、ここでも日本の進んだ技術と整然とした街並みに驚きを隠せませんでした。まず彼女の目に飛び込んできたのは自動レジです。コンビニエンスストアやスーパーマーケットで見かけた自動レジは、商品のバーコードをスキャンするだけで全てがスムーズに進みます。スジンは一度試してみようとレジに向かいましたが、その簡単さと便利さに目を見張りました。こんなハイテクなものが日常的に使われているなんて。彼女はその使い勝手に感心しつつ、韓国の同じような技術を思い浮かべました。もちろん韓国にも最新の技術が導入されていますが、日本ではそれがさらに一歩進んでいるように感じたのです。街を歩く中でもう一つ彼女を驚かせたのは、道路や歩道の整備のされ方でした。舗装された道は完璧に整えられており、ゴミ一つ落ちていません。どうしてこんなに街が綺麗なの？スジンは困惑しながら周りの風景を見渡しました。日本では町内会やボランティアが定期的に清掃活動を行っており、地域全体で街を美しく保つ努力がされていることを知りました。韓国の都市も発展していますが、ここまで計画的に整備されている都市は少なく、日本の都市計画の細やかさに彼女は感心せざるを得ませんでした。こんなに清潔でハイテクな国だったなんて。彼女の中で次第に日本に対する偏見が薄れていくのを感じ始めていました。旅行も終盤に差し掛かり、スジンは反日感情を抱えつつも、日本の街並みや技術、そして交通機関の正確さに驚かされ続けていました。しかし彼女が最も印象深く感じたのは日本人の親切さでした。ある日スジンは友人たちと一緒に観光地を巡っていましたが、少し遅れて集合場所に向かう途中、道に迷ってしまいました。日本語がわからないスジンは誰にどうやって聞けばいいのかわからず途方に暮れていたところ、一人の日本人男性が彼女の様子に気づき声をかけてきました。どうかしましたか？その男性は英語で話しかけてくれましたが、スジンはうまく言葉が出てきませんでした。日本語が話せない上に英語も苦手だった彼女は、簡単なジェスチャーで地図を見せました。するとその男性はすぐにスマートフォンを取り出し、翻訳アプリを使って親切に道を説明し始めました。こちらをまっすぐ進んで次の角を右に曲がってください。翻訳アプリから流れる音声がまるで人が直接話しているかのようにスムーズでした。スジンはその便利さに驚きながらも、それ以上に男性の親切さに感動しました。彼は忙しい様子でもなく、むしろ彼女がしっかり理解するまで丁寧に説明を続け、笑顔で送り出してくれました。ありがとう。スジンは思わず小さな声で感謝の言葉を述べました。日本人は冷たく閉鎖的だと思い込んでいた彼女にとって、この体験は大きな衝撃でした。日本人は決して表面的にいいだけじゃない、本当に親切なんだ。彼女は心の中で
自分がいかに偏見にとらわれていたかを痛感し始めました。この出来事を皮切りに、彼女は他の日本人との接触でも同様の経験を重ねました。どの店に行っても店員は笑顔で迎えてくれ、買い物の際も親切に対応してくれたのです。日本のサービス業の質の高さは彼女の予想をはるかに超えていたのです。例えば、ある日レストランに行った際、注文に戸惑っている主人に店員が親切にメニューを説明し、彼女が選びやすいように一つ一つの料理の特徴を丁寧に伝えてくれました。料理が運ばれてきた際も、食事の進行具合を気にかけ、次の料理を提供するタイミングまで計算されていたのです。これが日本のホスピタリティ。と、彼女は感心せずにはいられませんでした。主人はそれまで日本の表面的な部分にしか目を向けず、国全体が偽りの姿を見せているに違いないと考えていました。しかし、実際に触れた日本人の真摯な態度と温かさは、彼女のそんな固定観念を次々と打ち砕いたのです。旅行が終わる頃、主人はすっかり自分の心境が変わったことに気づきました。最初は日本に行くこと自体に反発し、何か悪いところを見つけ出してやろうという意気込みで臨んだ修学旅行でしたが、結果として彼女が発見したのは日本の素晴らしさでした。街の清潔さ、公共交通機関の正確さ、そして日本人の親切さ、どれも韓国とは違う部分が多く、主人はそれに圧倒され続けました。それだけでなく、日本の文化や生活様式の奥深さを少しずつ理解することで、彼女の中で抱いていた偏見が解消されていったのです。修学旅行の最終日に、クラスメイトたちが日本での体験について語り合っているのを聞き、主人は自分がこれまでどれだけ偏見にとらわれていたかを改めて思い知りました。彼女は心の中で自分がかつて言っていた日本に対する悪口を思い返し、恥ずかしさを感じていました。自分が信じ込んでいた反日感情は、実際には深い知識や経験に基づいたものではなく、ただの思い込みだったのです。そして彼女は勇気を振り絞り、修学旅行前に批判した友人たちに謝罪しました。ごめんなさい。私、日本のことをすごくバカにしてた。でも、実際に来てみたら、全然違った。日本って、本当にすごい国だって思う。クラスメイトたちは驚きながらも、笑顔で彼女の謝罪を受け入れました。そんなこと気にしなくていいよ。だって、たくさんの人が最初はそう思ってたんだから。と、友人の一人が笑顔で答えたのです。主人はその言葉に、心が軽くなるのを感じました。旅行が終わり、日本に対する見方が180度変わった主人は、韓国に帰国後もその経験を友人たちや家族に話し続けました。彼女が得たのは、日本の表面的な魅力だけではなく、文化や人々の本質的な素晴らしさでした。韓国で生活し続ける彼女にとって、この経験は何よりも重要なものとなり、彼女の価値観を大きく変えるものとなったのです。今回のエピソードを知った海外のネットユーザーたちからは、日本の素晴らしさに賛同した多くのコメントが寄せられました。日本は本当に清潔で礼儀正しい国だよね。旅行した時、私も全く同じことを感じたよ。韓国人は日本を誤解していることが多いけど、実際に行ってみると本当に驚くんだよ。僕も最初は疑ってたけど、日本の技術力とサービスは一流だ。日本の電車の正確さには本当に感動した。韓国の鉄道も素晴らしいけど、日本の細かい配慮には頭が下がる。韓国人がもっと日本にオープンマインドになれば、お互いに学ぶべきことがたくさんあると思う。日本の技術とマナーは世界でもトップクラスだ。韓国でも日本の良さを理解してくれる人が増えてきたのは嬉しいね。やっぱり実際に行ってみないとわからないことってたくさんあるんだな。こうした海外からの声が次々と寄せられ、主人の体験談は多くの人々に共感を呼びました。今回の主人の修学旅行は単なる観光以上のものとなりました。彼女が抱いていた反日感情が日本での体験を通じて大きく変わり、偏見を持っていた自分を見つめ直すきっかけとなったのです。国境を越えて理解し合うことの大切さ、そして実際に自分の目で見て感じることの重要性が彼女にとって何よりの大きな学びとなりました。このようなエピソードを通じて、
日本の素晴らしさがさらに広まり、今後も多くの人々が日本の文化に興味を持ち訪れることを願っています。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。2024年1月11日、韓国の毎日経済が世界パスポートランキングで韓国が2位にランクインしたことを発表しました。一方、2023年には5年連続トップの座から3位に後退した日本は再び1位に返り咲くことに。2023年に日本と並んで3位だった韓国は、もう少しで日本に勝てると日本に次ぐ2位へのランクインに大喜びでした。しかし、実は韓国のパスポートは全て日本製。この事実にインターネット上には、国の顔であるパスポートの制作ですら日本に依存していたなんて、という韓国人の悲鳴があふれることとなりました。今回はパスポートの制作における日本と韓国の関係や、パスポートだけでなく海外の貨幣の製造も手掛ける日本の技術力の高さを深掘りしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。皆さんは世界のパスポートにランキングがつけられているということをご存知でしょうか。ビザなしで渡航できる国や地域の数を比較し、その数が多い国ほど順位が高くなるという仕組みです。日本はパスポートランキングで常に上位に食い込んでおり、2018年からは5年連続で1位を獲得。2023年には3位に後退したものの、2024年にはシンガポール、ドイツ、フランス、イタリア、スペインと並んで1位タイを獲得し、見事トップに返り咲く形となりました。これら6カ国のパスポートで渡航可能な国と地域の数は、世界227カ国地域のうち実に194にも上ります。日本人はマナーが良いというイメージや、日本人は不法移民を目的として渡航することはないだろうという信頼から、多くの国が日本人の渡航を歓迎しているのでしょう。それがパスポートランキングトップという形で証明されているのだと考えると、日本人としてとても誇らしい気持ちになりますよね。2位にランクインした国は3カ国で、フィンランドとスウェーデン、そして日本のお隣の国韓国でした。これら3カ国のパスポートでは193の国と地域への渡航が可能ですから、1位の国々に迫る勢いであったということがわかります。3位にランクインしたのは192カ国地域への渡航が可能なオーストリア、デンマーク、アイルランド、オランダ。そして4位には191カ国地域への渡航が可能なイギリス、ポルトガル、ベルギー、ルクセンブルク、ノルウェーがランクインしました。ランキング上位の国々の渡航可能な国、地域の数を見ると、なかなかの接戦を繰り広げていることがよくわかりますよね。ちなみに最下位となってしまったのはアフガニスタンで、渡航可能な国と地域はわずか28カ所にとどまっています。上位の国々との差の大きさに驚いてしまいますね。アフガニスタンは外国人のビザなしでの入国を一切受け入れていないと言いますから、それによって各国との間にできた溝のようなものが最下位となった要因かもしれません。さて、ここまでは2024年パスポートランキングの結果をざっとお伝えしてきました。ここからは日本に次いで2位にランクインした韓国にフォーカスを当てていきましょう。世界パスポートランキングで5年連続1位を獲得していた日本が3位に後退することとなった2023年に、実は韓国も同じく3位にランクインしていました。そして2024年のランキングが発表されると、韓国の人々は3位から2位にランクアップしたことに大喜び。韓国の文化が世界的に信頼される国になったってことだよね。世界に信頼されている韓国人である自覚を持って、海外ではマナーのある行動をしなきゃ。
外国で入国審査をするときもほぼ何も言わずに通してもらえる。とても誇らしい気持ちになるよ。韓国がいい国で韓国国民が立派だという証だよね、などなど、インターネット上では韓国の人々の歓喜の声があふれることとなりました。しかし韓国のパスポートには驚きの事実が隠されていたのです。それが明らかになったのは、韓国がパスポートランキング2位にランクインする5年前の2019年10月22日。韓国のニュース専門放送局 YTN が韓国のパスポートは全て日本製であると報道したのです。当時の韓国では日本製品不買運動の勢いが増していただけに、この事実は韓国の人々に大きな衝撃を与えました。一体韓国国内で製作されたパスポートが使用されない理由は何なのでしょうか。それはズバリ、韓国製のパスポートよりも日本製のパスポートの方が優れているから。韓国のパスポートの表紙には所有者の個人情報を暗号化した IC チップや通信アンテナが埋め込まれています。このパスポートのセキュリティに欠かせない重要な素材を2012年から日本の企業が独占供給しているんです。韓国の企業は自国のパスポートの制作に全く関わることができていないの？という疑問が湧いてきますよね。もちろん韓国の企業がパスポートの制作を担うチャンスがなかったわけではありません。韓国のとある中小企業は2016年から臨時パスポートなど 5% を供給する優先交渉対象者に選定されているんです。しかしその企業のパスポートは未だ納品されたことがありません。このような事態に韓国の企業らは、造幣局が日本製品を基準に適合性テストを行っているのが問題なんじゃないのか、と猛反発。そして韓国製パスポートが公認テスト機関のセキュリティ性と技術規格を満たしていることを引き合いに出し、造幣局を批判したんです。造幣局はテスト基準を教えてくれない、これは差別だ、と騒ぎ立てる韓国企業らに対し、造幣局は韓国製品は日本製品より劣っていると、バッサリ。さらに、数回にわたり改善のチャンスを与えたが一部のテストをクリアできなかった、これでは我が国の企業が作ったとはいえ使用はできない、と断言したのです。国内で日本製品不買運動が盛んになっている中で、造幣局が下した冷静な判断には拍手を送りたくなってしまいますね。また韓国のパスポートが全て日本製であるという報道がなされた時には、2020年後半に次世代 IC パスポートが導入されることがすでに決定していました。それまでのパスポートとは制作方法がガラリと変わるということもあり、造幣局は新たに制作を担う韓国企業の選定を試みていたんです。それでもなおパスポートに日本製の表紙を使われることが避けられない状況は変わりませんでした。造幣局は韓国企業に対して何度もチャンスを与えているという印象ですが、それでも日本の技術にかなう企業は見つからなかったんですね。これを知った韓国の人々のショックの大きさは並大抵のものではなく、インターネット上には数々の嘆きの声があふれることとなりました。パスポートまで日本に依存しているなんて呆れて言葉も出ない。安倍首相が IC パスポート企業の輸出をストップさせるなんてことがあれば、私たちは海外旅行にも行けなくなるの？パスポートはいわば国民の顔、そんなに大事なものを日本に任せていたなんて初耳だよ、などなど、一部を取り上げるだけでも韓国の人々が受けたショックの大きさが手に取るようにわかります。また日本への反発から、日本製品不買運動を機にどんどんパスポートの国産化を進めてほしい、辛いけどパスポートは捨てる、みんなでパスポート返納運動をしよう、なんて言葉を口にする人もいるくらいなんです。その一方で、パスポートは品質が何よりも重要なんだから素直に日本に任せておいた方が安心、無理に国産化してトラブルが起こったらどうするの？技術を発展させるのはそう簡単なことじゃない。
日本製品の質がいいのは確かなんだから、むやみに不買運動なんてしない方がいいと思う、という冷静な意見を述べる韓国人も多くいるようです。海外旅行の際に自分たちの顔として使用するパスポートが国産ではないという事実にショックを受ける韓国の人々の気持ちはなんとなく理解できますよね。逆に私たち日本人にとっては、日本の技術が韓国の造幣局に認められているというのは誇らしいことでもあります。韓国の人々のショックの大きさはさておき、その点に関しては素直に喜びたいですね。韓国の人々に大きな衝撃を与えた韓国のパスポートはすべて日本製であるという事実。日本の偽造防止技術は世界でもトップクラスであり、その技術はパスポートだけでなく貨幣にも使用されています。私たちが普段使っている貨幣を作っているのは独立行政法人造幣局。一般貨幣の製造をはじめとして記念貨幣や勲章、褒章の製造など、その業務は多岐にわたっています。大阪府に本局、埼玉県と広島県に支局があり、2003年に財務省の付属機関から独立行政法人となりました。独立行政法人となった理由は、より質の高いサービス、効率的な業務を行う機関を目指すため。国民の生活に欠かせない貨幣を作っているのだという使命感が現れているようですよね。そんな日本の造幣局は国内だけでなく海外の貨幣の製造も担っているんです。財務省と造幣局はかねてより海外貨幣の製造に注力していました。例えば2007年には1ニュージーランドドル記念銀貨幣7万枚、2012年にはバングラディシュの一般流通貨幣5億枚を製造。さらに2023年には日カンボジア友好70周年を記念するカンボジア5000リエル銀貨幣の製造を担いました。これまでに10カ国16種類の貨幣を製造してきたということからも、その力の入れようがよくわかりますよね。ではなぜ日本の造幣局はそれほどまでに海外貨幣の製造に力を入れているのでしょうか。その理由は、日本国内の貨幣製造量が減少しているから。キャッシュレス時代なんて言葉も生まれているくらい、国内で電子マネーなどが急速に普及していることは皆さんもご存知ですよね。貨幣製造枚数が最も多かったのは1974年で、実に56億1000万枚もの貨幣が製造されました。ところがその後の貨幣製造枚数は右肩下がりを続け、2023年には5億8477枚にまで減少したんです。いくら貨幣を使用する機会が減っているとはいえ、ピーク時の 10% 程度しか製造されていないというのは驚きですよね。年々国内での製造枚数が減っていく中で、財務省と造幣局は海外貨幣の製造を視野に入れるようになります。そして国際入札への参加に踏み切り、たちまち世界各国の貨幣の製造を担うこととなったのです。日本の造幣局が海外からの信頼を勝ち取っている要因は、世界トップクラスの偽造防止技術の高さに他なりません。その技術力を示す事例として挙げられるのが、2021年から発行されている500円貨幣。外周には微細文字が刻まれているほか、見る角度を変えると文字が見えたり隠れたりする潜像加工、側面のギザギザした加工など、その作りは実に緻密なものなんです。こんな貨幣を作られてしまっては、偽造を企てても、こりゃ真似できないよと早々に心が折れてしまいそうですよね。急速なキャッシュレス化により貨幣製造枚数が減少しているのは日本だけでなく海外でも同じこと。このまま国内で貨幣を製造しても仕方がないから、いっそのこと他の国に製造を任せてしまおうかと考える国が出てきても不思議ではありません。そうなれば日本の高い造幣技術を欲する国が続出するということも十分ありえますよね。韓国のパスポートや世界各国の貨幣の製造を日本が担っているという事実に、世界中からコメントが殺到しています。
韓国人はパスポートランキングで日本に勝てるかもしれないと大喜びだけど、実は韓国のパスポートは日本製なんだってね。ランキングで日本に勝つ日が来たとしても、彼らは素直に喜べるのかな？自国のパスポートが日本製だということに反発している韓国人もいるようだけど、日本に任せざるを得ない理由がある以上、現状を変えることはできないよ。国産化を求めるなら、それ相応の努力が必要になってくるだろうね。日本はいろんな分野で技術力の高さを発揮しているけど、まさか外国の貨幣まで手掛けているとは。僕たちが知らないだけで、身の回りを探せば日本が手掛けたものがたくさん出てくるかもしれないよ。日本製パスポートを使用しているにもかかわらず、パスポートランキングで日本に勝とうとしている韓国を疑問視する声や、日本の技術力の高さを称えるコメントが見受けられますね。日本がパスポートランキングで常に上位に食い込んでいることや、海外の貨幣の製造になっていることは、世界中から信頼されているという証でもあります。日本人として生まれてきたことに誇りを持って、これからも世界からの信頼を集めるような日本を作っていきたいですね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。